中畑清は、福島県西白川郡矢吹町出身の元プロ、野球選手、監督、コーチ。愛称は、絶好調男、大将1980年代の読売ジャイアンツの中心打者として活躍し、労働組合日本プロ野球選手会初代会長を務めた。引退後は、巨人の一軍打撃コーチを務めた後、2004年に、 アテネオリンピック野球日本代表の監督を務め、銅メダルに導いた。その後2012年により横浜 DNA ベイスターズ、初代監督に就任し、2015年シーズン終了まで在任した。2016年から野球解説者に復帰している。朝霞商業高校で三類一種、遊撃手、保守を務め、駒沢大学に進学した。大学時代、 東都大学野球リーグでは5度の優勝を経験し、1973年、周季リーグで優勝、最高主君選手に選出された。直後の第4回明治神宮野球大会でも同志社大に勝利し、初優勝を飾る。1974年春季リーグでも優勝に貢献し、1975年は春秋季連続優勝。 全日本大学野球選手権大会でも決勝で大阪商大を破り優勝している。また1973年、1975年の日米大学野球選手権日本代表に選出されている。直射日光を避けるための変更サングラスと一本足打法で注目を浴びた。リーグ通算82試合出場、300打数92安打、打率。 307、1 30 10本塁打、51打点。ベストナイン本堂受賞。駒沢サンバがラスと呼ばれた、平田薫、二宮至タルと共に、1975年のプロ、野球ドラフト会議の目玉として、マスコミに注目され、巨人からの一位指名が、有力視されており、駒沢大学の合宿所に報道陣が殺到したが、調子商業の篠塚俊夫が一位指名された。 報道陣が帰っていくのを見て、中畑は別室で将棋をしていたが、3位指名されたと聞き慌てて、戻った。高卒の人間が先に指名されたと、がっかりし、内定していた北海道拓殖銀行への就職に、傾きかけたが、憧れていた、長島茂雄の存在や父親の助言、ドラフト1位と同じ条件を提示されたことなどが、後押しとなり、内定を辞退して、 黒入りを決意した。平田と二宮も一緒なら、入団すると球団に申し入れ、巨人もこれを受け入れたため、二人はドラフト外で巨人に入団している。入団当時の巨人は、大貞春、張本伊佐土井正造高田茂らが現役で活躍しており、選手層が厚かったため、入団後3年間は一軍での出番に恵まれなかった。 守備固め要因とはいえ2年目に1軍100試合出場を果たした二宮を横目に2軍中心の下積み生活が続く。1978年に開催された日米野球第一戦のシンシナティレッズ対巨人戦で高田に代わって途中出場しマリオ外から2点本塁打を放った。レッズ監督のスパーキー・アンダーソンは長島に あの三塁手はハッスルして、ファイティングスピリットに溢れているのがいい。バッティングは荒削りだけど、ぜひ使うべきだと進言した。1979年より一軍に定着した。同年は三塁手の高田が怪我で離脱した際に、先発で起用され、高田の復帰後もレギュラーを守った。新人王有資格者だったが、シーズン終盤に骨折し、新人王は逃した。 オフに地獄の一等キャンプに参加した。1980年の秋、長島が監督を辞任し、王も現役引退した。入れ替わるように、大学野球のスター選手で中畑と同じ三塁手の原辰則がドラフト1位で入団したが、新監督の藤田元次郎首脳陣は、原を二塁手にコンバートさせることで対応した。 1981年シーズンは、中畑が、シーズン途中怪我で離脱した間に、原が三塁にコンバートされ、二塁にはもともと守備には、定評のあった篠塚が入り、357と高打率を記録した。王の公認の一塁には、山本幸二が入っていたが、中畑の戦線復帰後は山本に代わり一塁手に、収まり、その後も一塁手として出場し続けた。 この年巨人は1973年の V9 以来の日本一を奪回し、中畑も規定打席に到達したシーズンでは、自己最高打率の322、16本塁打、66打点を記録した。1983年、守備総塁コーチの末次俊清が最終戦で3割前後の選手の打率を1、打席ごとに電卓で計算し、 3割に乗ったところで交代させたため打率は3割ジャストであったこの点を指摘された中畑は3割だけは契約公開の席での印象が変わるので勘弁してほしいその代わりもし自分がタイトル争いをしたら絶対休まないと返答した日本シリーズでは西部ライオンズに3勝4敗と敗れたもの第3戦で森重和から サヨナラヒット、第6戦で、杉本忠から一時は逆転となる、タイムリー三塁打を放ち三打点をマークし、優秀選手賞に選ばれた。監督が藤田から王に交代した1984年は、オールスターゲームで、第2戦、第3戦にまたがる2打席連続本塁打を放った。公式戦では、不審の腹に代わりシーズン途中に4番を任され、 自己最多の31本類打を記録した。1985年、王貞治監督をワンコウと呼び批判した取材オフレコテープの存在が問題となる。中畑は電話で謝罪し、王から何も聞かなかったことにすると許されている。王政喧嘩では長島第一次政権に若手だった選手が主力を担っており、そのことによる派閥争いがたびたび雑誌。 新聞媒体で記事にされた。また11月5日には、日本プロ野球選手会が、労働組合としての認可を受けたことに、伴い労組としての初代会長へ就任した。1987年は途中怪我で、戦線離脱するが、首位打者を狙える、高打率を残していたため、復帰後規定打席に達するまでは、 打席数を稼ぐために一番打者として起用された。結果、首位打者は篠塚が獲得している。一方本塁打は初めて一桁に終わり、打点も一軍定着後としてはワーストに終わる。1989年、監督復帰した藤田により三塁への再コンバートが試みられたが、シーズン序盤に、甲子園での試合中、 県勢級で一塁に起塁した際に指を痛め、長期戦線を離脱した。その間に三塁は一塁から岡崎香るが、また一塁も、外野から駒田徳博が定着したこともあり、定位置を失った中畑はベンチを温めており、シーズン終盤に引退を表明した。リーグ優勝を決めた太陽戦では、二塁打を放った際に球場に起こったウェーブについて、自分が、 日本の球場で最初に起こしたものと発言している。チームのシーズン最終戦となった10月13日のヤクルト戦で途中出場し、宮本賢治から本塁打を打ったほか、現役最後の試合となった近鉄との日本シリーズ第7戦では、吉井正人から本塁打を放ち、優秀の美を飾った。現役時代サヨナラ本塁打を3本放っているが、 全て中日戦である。自身が現役時代のベストゲームは巨人通算6戦勝となった1982年4月22日の中日戦での三沢淳から打ったさよなら三ランを挙げている。引退後は日本テレビラジオ日本野球解説者、スポーツ日本野球評論家を経て1992年10月31日に翌シーズンより 巨人の監督に復帰した長島の下で一軍打撃コーチに就任することが発表された。しかし、前年校長だった打撃陣が一転して1993年はチーム打率が12球団再開に終わり、駒田の横浜への FA 移籍にあたって中畑との確執がその原因としてマスコミから挙げられていた。一方、大物ルーキーとして入団した。 松井秀喜を東京ドームから松井の住む読売ランド隣接の若手選手寮の道中に自宅が位置したこともあり、試合後自宅に立ち寄らせて、夫人の手料理を食べさせ、連日のように自宅の打撃練習室で指導した。2020年7月20日号の週刊ベースボールのインタビューでは、若い時、特に結果が出ている時、自分のスタイルを貫き通したい。 自分の打撃を崩してまで違う打ち方にする選手なんて誰もいません。松井もそれと同じでした。自分に分かっていたので余計なことは言いませんでしたと述べている。中畑は松井から信頼を得ており、後年中畑が DNA の監督になった際、松井は DNA の1日打撃コーチを務めた。翌1994年は一塁ベースコーチとして、 ムードメーカーの役割に徹した。同年は中畑と同学年の落合博光が移籍加入したが、中畑は落合についてしっかり4番の仕事をしました。それはそれまでの巨人の4番とは違いました。長島さんを男にするという落合の言葉もありますが、一方巨人軍からの考え、長島さんの考えもある。 1994年当時の巨人はしっかりとした4番がいなかった。落合は4番として1シーズン目で優勝して日本一になった。当時の打撃コーチとして本当に感謝していますと述べている。同年にチームはリーグ優勝日本一になったがチーム得点はリーグ4位に終わりシーズン終了後の11月8日に対談し再び日本テレビ ラジオ日本、スポーツ日本野球解説者、評論家として活動。日本テレビでは、スポーツニュースのキャスターも務めた。2004年、アテネオリンピック野球日本、代表ヘッド剣打撃コーチを務めたが、監督の長島茂雄が、病床に付してからは監督代行として、チームの指揮を取った。大会では、国際オリンピック委員会の規定により、 長島の監督登録が認められなかったため、中畑を監督として登録したが、準決勝でオーストラリアに敗退し、銅メダル止まりに終わった。対戦するまでオーストラリアをやりやすい相手と見ていたが、オーストラリア代表保守で元中日のデーブ・ニルソンに、日本での経験を活かして研究され尽くしていたことを、敗戦後に知ったと後のインタビューで明かしている。さらに、中畑は、 五輪現地で対戦相手国の代表チームの試合の視察には行かず、観光に行ったり、他の五輪競技の試合を観戦していたことが後に報じられている。国政選挙への挑戦2010年5月9日には立ち上がれ、日本が同年7月に執行の第22回参議院議員通常選挙の立候補者として擁立する方針であると報じられ、5月11日に、 立ち上がれ、日本の代表である、平沼武雄、共同代表の良さの香るが同席する中、正式に出馬表明記者会見を行った。7月11日の投開票の結果、11万1597票を獲得し、同党内で2位になるも同党が、比例区で1議席しか獲得できなかったため落選した。翌年の8月末に離党したが、後に、 結果的に受からなくてよかったと発言している。その真意を問われ、震災の後に自由に支援に故郷を訪れることができなかっただろうからと述べている。中畑清史2011年12月9日に横浜 DNA ベイスターズの監督に就任。自身の誕生日でもある2012年1月6日に就任会見を行い、会見の中での自身の発言、熱いぜ。 横浜 DNA が正式にチームのシーズンスローガンとなった。しかし開幕から低迷が続き、この年優勝した巨人には4勝17敗3分けと大きく負け越した上に巨人戦のビジターゲームでは1勝もできずに終わるなど、前年度よりさらに勝率を下げ、最下位に終わった。12月5日には藤を死休刑願のためなくした。2013年は中日から、 エンジェルベルト・ソト、ホルヘ・ソーサ、ドニ・ブランコの3人を獲得するなど、大型補強して、シーズンに臨んだ。ブランコはここ2年苦しんだ故障から脱却して、本類打を量産し、ソーサも、セットアッパーとして奮闘し、抑えの山口・俊が不調になるとソーサを起用した。だが、またも巨人戦で大きく負け越すなど低調な戦いが、続き。 9月24日の阪神戦に敗れ、チームのクライマックスシリーズ進出の可能性が消滅した。試合後に監督辞任を示唆するコメントをしたが、10月3日に2014年度の続投が決定した。最終的にはヤクルトが再開となり、6年ぶりに再開を脱出しごいでシーズンを終えた。またこの年は、中日、阪神、ヤクルトの3球団に勝ち越している。 2014年は打線強化としてオリックスからアーロム・バルディリスを獲得するなど補強したがチームは前年同様の低調な戦いが目立った上ブランコの故障抑えの操作の故障や13試合に出場時点で10打点と活躍していた中村のりを懲罰降格させるなど主力選手の離脱が響いた9月2日の阪神戦で暴力行為で 退場処分となるなど、審判員への度重なる暴力行為が問題視され、ローソ審判支部から球団へ抗議文が送られたことで、山下大輔 GM 補佐から説明を受けた。8年連続で負け越していた巨人に9年ぶりに勝ち越した。なおこの年のセリーグ全チームの順位は前年と全く変化がなかった。2015年も、 監督続投したが、球団史上同一監督が連続して4、シーズン以上式を取るのは1968から1972年のベッドを薫る以来43年ぶりとなり、1978年の横浜移転後では、監督15人目にして、初となった。この年は、序盤戦で一時首位になるなど好調だったが、交流戦で急失速し、 交流戦を3勝14敗1分けと大きく、負け越したのを機に勢いを失ったままの戦いが続き、3年ぶりに、再開でシーズンを終えた。成績不振の責任を取り、監督を辞任する意向を固め、10月2日に、南波智子コーナーに正式に辞意を伝えた。2016年以降は、日本テレビ野球解説者、スポーツ日本に野球評論家に復帰しており、 TBS テレビやテレビ東京の野球中継にもゲスト解説者として出演している。2016年12月4日、巨人 OB 会副会長に就任した。2019年からラジオ日本野球解説者に復帰。同年12月7日、巨人 OB 会会長に就任。入団間もない頃、監督の長島茂雄から、調子はどうだ と尋ねられた中畑は、まあまあですと返事をしたところ、それを聞いていた一軍守備走塁コーチの土井正造から、まあまあなんていうやつを監督が起用するか、絶好調と答えろ、と叱られた。それ以来、中畑は何を聞かれても、絶好調、と答えるようになり、絶好調、絶好調男が、中畑の代名詞となった。 一類種として1982年から1988年まで7年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。また中畑を三類から一類へコンバートした藤田元次は中畑はサード向き、原はファースト向きの性格でありながら原をサードに中畑をファーストにしたのは最大の失敗だったと後年語っている。DNA 監督就任当時開幕前から 守れない選手は使わないをチーム方針として、守備を重視した、チーム作りを徹底して行うことを表明していた。また機動力を使うことも明言し、盗塁やエンドラン、スクイズなどを積極的に行っている。この機動力を使った野球は、就任1年目の頃は、セコイゼ野球と呼称されていた。就任2年目あたりから送りバントも多用するようになり、 2014年にはリーグ最多ギダを記録している。また、オーダーを固定することは少なく、好不調で選手や打順を入れ替えることが多かった。投手陣は基本的に投手コーチにほぼ一任しているが、小刻みな系統を好みシーズンの延べ登板数の日本記録を作った前任監督の小花高雄とは異なり、先発投手はイニングを引っ張る傾向が強い。 特に、三浦大介には、かなりの信頼を置いており、2012年は、リーグ最多の6関東をさせている。試合後の監督インタビューは、勝った試合は、もちろん、敗れた試合でも全試合で行った。また、チーム勝利時のヒーローインタビューは、チームメンバー全員が、ベンチで聞く方針を浸透させた。野球は、集団スポーツであることから、 全員の気持ちが一つにならないとそのチームは機能しないというポリシーを持っており、成績が振るわない選手や見込みがない選手に対しては、見限ったり、チームの輪を乱す行為を嫌っているなどのシビアな側面も持っている。その方針は、巨人一軍打撃コーチ時代から貫いており、打撃指導や采配における駒との確執にも現れていたが、DNA 監督時代は、 特に顕著であった。前述の通り DNA 監督時代は自身の元気さをマスコミの前でアピールする一方、選手の怠慢行動や再配批判とも取れる言動に対して厳しく対処した。特に監督2年目以降は顕著だった。中畑が監督を辞任した翌年2016年は公認監督のアレックス・ラミレスによって、 九1十年ぶりの A クラスとなるサニーに入り、クライマックスシリーズに初進出し、2017年は日本シリーズまで進出した。中畑家は、道の区石川市の一族で、前九年の役に、石川有光のこの黒光幹が中畑と称した、ことから始まる。戦国時代にはその系統の国津上城主の中畑、春達が抵抗したために、 豊臣秀吉から改役されて、老人、土のの落ち武しゃがりで撃たれた。中畑はその晴れ立つの子孫である。祖父の第二、横浜戸塚で土木業を営み成功したものの、河原工場に商売返した後で失敗し、真の父を含む一家と共に帰郷した。中畑は、貧しい少年時代を過ごしており、後に、米英に、 牛乳のせる生活体験したらどんな辛い生活でも耐えられるよと10回している。その後、郷里福島での牧畜業で成功した結果、父にグローブを買ってもらったのがきっかけで野球に本格的に取り組むことになった。1953年度生まれのプロ野球選手による新牧会プロ野球28会の会長を務めている。また野球。 ソフトボールの普及を願い、1983年から、故郷、福島で、中畑清式争奪ソフトボール大会を、毎年開催、2001年から、茨城県境町にて、女子大会の中畑清杯争奪中学校女子ソフトボール大会の、名誉会長として講演しているほか、市である、長島茂雄の名が冠された、長島茂雄少年野球教室の講師として、 ジュニア世代の指導に当たっている。麻雀、ゴルフ、カラオケの愛好家で、カラオケ18番は、吉久蔵の、酒よである。ゴルフでは20年以上にわたり毎年、清市のドリームチャリティーゴルフ大会というチャリティーコンペの主催者となり開催しており、プロゴルファーのメシアい始めは、駒沢大野球部の同窓である。現役時代の1970年代から40年以上、 東京、調布市内に今日構えており、地域に対する用具、施設、図書の寄付など貢献し、2012年春に、市から、調布市宣伝本部長に任命されている。夫人を癌で亡くしてからは、100坪の邸宅での、一人暮らしとなっている。横浜 DNA 監督退任後の出演番組、ありがとうございます。